生命がいいね。生命が無限にブクブクしてたよね。ブクブクしてた。なんかだってこっちは全然だってほら私の知ってるカップラーメンブクブクしてる。食えないのこっちの味噌ラーメン。さっきお湯が吸ってる。これが普通なんだよ。あ、合ってる合ってる。もう私ので合ってる。麺え、待って待ってマジでお湯増えないんだけど。え、やばやばくない。なにこれ。なんかちょっと待って待って待って。あ、よかった。でした。だから住人が美佐子の味噌ヌードルってすごいよね。なんかすごいコラボカフェのメニューみさこの味噌ヌードルあー時間ね、はい、今ちょうど19分だから、はい、3分間くらいん、はい、また誰がぴったんこ、誰がぴったんこできるか。3分間ぴったんこがすごいな。勘ですかね。用意ドンだったら分かったかもしれないけど、完全にかなり緩めにスタートしてるこれ1番でこれ2番目でしょ。もうそろそろあと1分ぐらいかみたいな。本当ですか。ちょっと放置しても大丈夫です。さっき味噌のさ、くだりまあまあやってたよね。でも結構マジでこれで時間食うと思うな。本当なんだったそうか。沸騰するは何か。味噌のね、予想屋は何ですか。トン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 、麦良かったじゃん。謎肉増量してるかな。味噌麦がカップヌードル食べたのそろそろ初めて見えた。普段何食ってきてるの。うん、アイス。は？アイス食ってきてるの。アイス美味しい。確かに布団寒かったもん。あと言ったんだけどさっきさ、桃井の布団で最初寝てたの、うん、間寝てて最初こうやってできて、うん、寒くて4時ぐらいに起きて寝られねえわと思って、桃井のところにパッて入ったら10分後ぐらいに熱っと思って、何ここ、え、地獄じゃん。タイツ脱ごうと思ってタイツ脱いで、それで、あ、いけたか。10分くらい、暑い、何ここ、めっちゃ暑いじゃん。うん、パーンってやって、麦とか入ろうと、麦とか、快適。そのまま睡眠にいた。すごかったよ。何がそんなすごいのわかんないんですけど、でもそのさっき伊達さんにも言ったんですけど、うん、その私昔からその家族が結構多かったけど、部屋が少なかったんで、うん、お母さん、私、お姉さんで、布団2つで寝てたんです、うん、で、真ん中に私が寝てた。うん、冬はね、人間北海道って言われてて、先に布団に入ってほしいみたいな。あ、なるほどね。腕とかめっちゃ広げてもあったりしてくれて一回さ、ミッスーとさ、私がさ、あの泊まった時あったじゃん、渋谷で。 あの時にお互い、はい、ごめん、私さ、布団入ると熱くなる人なんだ、私もですみたいな会話した。会話した記憶があります。めっちゃ熱かったもん。あ、3分経ってます。あ、違うんだよ。沸騰して実感が合ってたの。あ、そういう感じあるね。今指つけてたら、浸かると思う。今無言のアイコンタクトが。ぬるい。ちょっと今から3分間にしますよ。さらに。そうだね、まあ、あの水でもできるらしいから。そうだね、なんかこういう時はいいらしい。誰がタイマー測りますか。一応ね、この撮影時間が動いて、私の時はね、あ、でもそうじゃない。指つけてみる。入浴しに入浴していきますよ。じゃあなんか私は暑いんだけど。42度ぐらいあります。42度。暑い。あれかな、こっちのペトル組は行きます。ああ、そうかもね。もう一回分かったね。ちなみに3分は経った。そうだったね。私立ってんなと思ったけどさ、こう見て、このあんま見たことないビジュアル。あ、本当だ。麺が上がってきてない。麺上がってくるんですか。なんかね、あ、上がってきてる。上がってきてる。あ、そうそう、これはできる。なんかモリモリしてるのが正常。そうそうそう、頑張ればいけるかも。あ、モリモリモリしてるもんね。あ、いけるいける。割り方だよ、割り方。伊達さんの私の後に言ったんですけどね。そうなんだ。性質ですかね、カレーっていう成分。あ、そうかも。あ、それもあるかも。うん、カレーは私も今上がってなかった。あ、カレーだって、カレー粉が溶けないもんね。そうそうそう、混ぜないと。クッキーさんもなんかラーメンにカレー粉がついてますよね。美佐子なんか違う。美佐子は沸騰してるから。うん、あと生命宿ってるからさ。なんか多分なんか何かれたんだよ。あ、麺硬い。あ、麺硬い。うん、麺硬い。痛いよね、なんか麺硬い。麺は硬い。そしてなんかやっぱりスープ少な。そうだよね、それだけなんか LINE より全然少ない。すごい少ない。私 LINE まで入れたんですけどね。すんげー少ないんだけど。え、え、え、
箸逆に持っちゃった。起きて、起きて、おはようございます。なんか今この箸太いなって。増える気がしないんだよね。あ、増えてる。あ、増えた？大丈夫？思わず蓋しちゃったんだけど。サバイバルって完璧な状態で食べれないんですよ。サバイバル。慣れときましょう、今から。待って待って。グランピングきっとサバイバルじゃないんだよ。キャンプじゃないから。エアコンあるし。うん、でもカップラーメン食べてる段階で困りますからね。あんなさ、雨の中でさ、パン焼いてるのかな、うん、元気はなかった。なかった。でそういう時にさ、カップラーメン食べられるってことすごくいい。買っといてよかったね、マジで。ね。大正解。大正解。やったあ、うまい。また BGM がないと、こう遭難した感じでした。笑い方助けが来るまでね。いや、この状況もすでにそうじゃん。なんかこう乾パン食べてもらうあるもの出してね。乾パン感する。大丈夫、明日には助け来るから。確かに来るかな。さすがに気づくでしょ。助けに来た時にカップ麺食べましたら、こいつはちょっと弱くなと思いますけど。割とお湯沸かせたしね。こいつが結構生命力あるから。お湯は結構大丈夫らしいね、雪山も。そうなの。雪あっからさ。水分だけで困るな、これ。なんで食事と、あれが寒くない場所を。そう。これ上手。どうだ、カップラーメンうまいか。よくわかんない。よくわかんない。あと30分で。はい、おぉ、もう出るだけ。うん、なんかまとめたい。しかも画角の問題で、今私が写真撮るじゃないですか。クッキーさん脱いで隠れるんですよ。遭難したのラボガだけなんですよ。完全にラボガだけが遭難してる。クッキーやってる。着いた。遭難会やめないな。遭難落ちる。そして、遭難をしようは下にやばい。やっとテンション上がった方がいいかなみたいな。ここで君僕とか上がったらなんかもう出会っちゃうし。余計無駄したなんか遭難した自分たちを一生懸命元気づけようっていう。そうそうそう。完全にそんな感じに今なってる。朝から汚れてた。あ、今日ね。出会った時から。絶対あれじゃん。スペアリブの油じゃん。あー、スペアリブか。衝撃や。デレドン。うわ、やば。デレドン。デレドンじゃん。これはデレドン。デレドンだ。デレドンだな。やば。やば。いや、これは映える映える映える。もも、カップラーメンじゃねえよ、絶対こっちだよ。アイドルはこっちだよ。遭難しちゃうから。遭難しちゃうから。待って、リッチじゃね。この遭難リッチだよね。大丈夫、顔の横に置いてくれません。